CB 最高。こんにちは、カブット TV、 カブットソンです。カブログの時間です。お気づきの方いると思うんですけども、ちょっと今日はカブット音がちげえんすよ。今日はですね、次男坊の CB750F インテグラを借りてきました。今日の、ね、午後ね、レンタルの許可をいただいたので今乗り回しに来てるんですけども、いやー、最初に乗った印象はね、大きいっていうのは正直なところですね。さっき鳴らし程度に、ちょっと4男坊と3男坊とね、ラーメン食べに行ってきたんですよ。あ、そのラーメンっていうのが下館ラーメンなんですよ。最近ちょっとハマってるね、茨城県の、まあ、隣町なんですけどね、茨城県の下館ラーメン、あー、このとこハマっちゃってましてね、栄屋食堂っていうところなんですけどね、昭和レトロのいい感じの店なんですよ。そこにね行ってちょっと食べてきたんですけども、まあその行き帰りなんですけども、やっぱりちょっと重いのかなっていうね、今のバイクに比べるとね。株じゃないですよ、株と比べてるんじゃなくて、まあ、今の 1000cc とかね、リッタークラスのバイクに比べると7半のくせに重いんじゃねえのかなっていう印象はありますよね。タイヤもでかいしね。ですね、初年度登録がね昭和57年になってるんですよね。ということは1982年3年ぐらいのバイクですよ。バブル真っ只中ですよね。その頃のバイクなんですけども、まあでもやっぱりテンションは上がりますよね。テンション上がりますよ。やっぱ4発の集合感ですからね、王道ですよね。王道、まだエンジンもね結構キレがいいですよね。え、引っ張ってもいい音出ますよ。そんな感じですけどね、音の方はね、お届けできてますかね。すごい耳に心地よいね、このサウンドはね、ずーっと後ろがついてくるんですけどもね。まあ集合感でもね、いい集合感入ってるわけじゃないんですけどね。ただなかなかいい感じですね。テンション上げ上げって感じですね。昨日ですね、ミニモト、みんな 50pp でですね、ミニモトファミリーツーリングに行ってきたんですよ。第1回目なんですけどね、まあ、2回3回と続いてもらいたいんですけれども、まあ、みんな楽しいって言ってくれたのでね、続くんじゃないですかね。またね、日光の手前の、霧降高原の大笹牧場の方に行ってきたんですけども、いや坂登らない登らない。1台ねアンドン株がいたんですけども、いや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 進まないんですよね。なかなか50じゃちょっと無理があるんですかね、ノーマルだとね。まあ2回3回とね行きたいなと思っております。帰りにですね、鬼怒川通ってきたんですよ。帰りは栗山の方におりまして、鬼怒川抜けて帰ってきたんですけれども、町に入る手前に廃成功食堂ってあるんですよね。まあ、ずーっと昔から気になってたんですよ、その名前がね。あまりにストレートの名前なんで、そこに寄ってきました。いやでも味も良かったですね。まあ、昭和レトロの感じがしましてですね、まあなんかこうね、最近昭和レトロに惹かれるんですよ。なんか
ラーメンのチェーン店でもね、なんかこう新しいんですけども、昔ながらのなんて看板あるじゃないですか。もう引っかかりますよ、もう。やっぱり引っかからないですよ、もう。やっぱり昔のお店で、昔の味ですよ。ね。そんな感じでまたね、ちょっとレトロっぽいお店があったら、また行ってみたいと思います。CB7 班はね、これね、今ね、茂木の方に向かっております。いい音しますね。いやー、やっぱりね、いつも株乗ってるんでね、ちょっとこういう大きなバイク乗るとちょっと怖いですね。株はね、すごい取り回し効くので、なんか直進専用の感がありますよね、やっぱり。まあ、U ターンだってままならないですよね、どっか膨らみがないとね。そんな話をしながら道の駅の茂木に着きました。いや、いっぱいですね、道の駅茂木。さすが人気の道の駅ですよ。お、カブトの仲間がいるぞ。今急車が結構いましたね。何台か旧車がいたんで、挨拶代わりにちょっと一回りしてきますかね。お、こっちに XJ に FX ですよ。やっぱ旧車流行ってんだな。ねえ、 XJ ですよ。ペケ J ですよ、ペケ J。 まあ FX もありましたが、お、こっち CBX がありますね。お、ボルドールがありました。ボルドール、ボルドールがありましたね。混んでて止めっとこねえっす。茨城県に突入、常陸大宮市ですね。常陸大宮市入りました。お、かっこいいな、ハーレー。ハーレー最高だね。カブトソンもね、ハーレー乗るんですよね。いつもキャンプの時はカブ乗ってますけどね。スプリンガーですね。97年モデルのスプリンガーですね。エイプバーの18インチ入れて乗ってますよ。やっぱりね、ハーレーはやっぱ不良チックのがかっこいいですよね。ハンドルドカーンと上げてね、乗ってますよ。ヘルメットもね、この間ね、どこでしたっけ、ギャングスター、うん、買いました、うん、あれどこでしたっけ、イージーライダース、イージーライダースのギャングスター買いましたよ。うん、なかなかいい感じですね。なんかレイバンと合いそうな感じしたんで買いました。
ハーレーもね、ロングツーリングにはいいんですけど、少年のちょい乗りっていうかね、距離走んないと疲れますよ、逆にね、重いんでね、うん、トルクはあるんですけども、まあこの CB7 も一緒ですけどね、うん、これ、カウルもついてるしね、これ、ツーリングには最高じゃないですか。そんな話をしながらだんだん中川が近づいてきましたね。中川と桂がね、キャンプ道具持ってくればよかったですね。ちょっと引っ張りたいな、これな。ちょっと失礼して前出ますか。やっとコンビニあった、ファミリーマート。喉乾いたな。ファミリーマート行ってイートインあるかな。イートインやったらパスタ食いてえな。イートインなさそう。あった、ありますね。いつもパスタですね。ウィルキンソン、これ最近ハマってるんですよ。うまいですよこれね。いただきます。入っちゃったな、かけないな。手を拭いてね。うまそうだな。まずいただきます。ビリキンソンうまい。こんな感じですね。カルボナーラ。焼き鳥、ももたれ、うん、うまいですね。じゃあ最後ズルズルいきますね。ごちそうさまでした。
味しかったです。最近ファミマのね、イートインお気に入りなんですよね。なんか妙に落ち着くんですよね。昨日もねイートインでパスタ食べたんですけども、今日はこれ桂の手前ですね、ファミリーマート。今日はここで U ターンします。あまりにも暑いんで。 CB7 班ね、楽しかったですね。今回借りてよかったですよ。ただね、そんなスピード出すわけじゃないんですけども、もうちょっと空いてる時の方が良かったですね。今ちょっとお盆休みでね、123号線今度は車走ってないんですよね、普段はね。本来のね、4気筒のね集合管の音がね楽しめなかったかなっていうね。もうちょっと道がスムーズでしたらね。まあでもね、普段は株でいいかな、ね、これでもこれでキャンプ荷物詰めたら最高ですね。キャンプの荷物積んでね、どっか遠乗りできたらね。